北緯35度42分19.2秒、統計139度42分16.4秒、北緯35.705333度,度、統計139.704556度、35.705333、139.704556、富山公園入り口、富山公園は、東京都新宿区にある、都立公園である。敷地は、明治通りを挟んで、大久保地区と、 箱根山地区に完全に分かれている。地名としては、富山二丁目、三丁目と大久保三丁目にまたがる。当地一帯は、江戸時代には、尾張藩徳川家の下屋敷であった。二代藩主、徳川光友により、海遊式庭園、富山層、または富山山層として整備され、敷地内には、箱根山に見立てた月山の玉炎鵬。 東海道の小田原宿を模した建物など25計が、失礼られた。完成年間には11代将軍、徳川家成の訪問を受けるなど、水戸藩徳川家の小石川上屋敷と並ぶ、有数の大名庭園であった。推定1798年9月の、富山山荘を描いた、谷文町による、絵巻、資本探査富山山荘図が現存しており、1981年に、 重要文化財に指定されている。その後は、数度の火災や水害により荒廃したが、終わり藩の財政難などもあり復興されなかった。明治維新後、富山層は明治政府に明け渡される。跡地には1873年に陸軍富山学校が開かれ、太平洋戦争終結まで陸軍軍医学校、陸軍の連兵場などに利用された。戦後、 軍事施設はすべて廃止された。1949年、跡地に富山ハイツの建設が開始され、1954年には敷地の一部を公園として整備し、富山公園として開園した。公園付近は富山ハイツといった団地や、大学や高校といった文教施設や、社会体育館や障害者センターなど公的な施設が多い。多くは戦前まで、 軍事施設が並んでいたところである。公園には遊具や緑地スペースのほか、標高44.6メートルの箱根山がある。毎年10月の体育の日には、穴八万宮の伝統行事であり、新宿区指定向け民族文化財に指定されている、やぶさめが開催される。当日は、穴八万宮から、富山公園まで行列が練り歩き、大勢の観客で賑わう。また、 箱根山付近は桜が多く植えられ花見の名所となっている。箱根山登山道陸群富山学校記念もよりの公園出入り口までのおよその時間を記す。大久保地区、箱根山地区のいずれも常時開園。入場無料。ありがとうございます。